いやちょっと興奮したね。思わぬゲストで木地畑くんが釣れちゃってでも僕はメバリング続けます。ね、あの CB70 で薪の釣りで見事にあの一発釣ったじゃない。それをもう一回再現、同じペンシルなんだけど巻くとねわずかに水面潜ってくれるからノリが絶対にアップするよって言ったら、まあ、綺麗にそれがハマった一匹だったけど、その再現性を求めて、ひょっとするとねあの SPM あたりの、トレースレンジがねひょっとすると一番、わあ出た、そうじゃないわ、やっぱ水面に出るよ、うー気持ちいい、くるくるやっぱり釣れる CB70 いいな、これも悪くないよ、ね、え今日はいいロケになってる。今日は本当にあの僕が表現したいことがねスパスパ決まってるから、うん、すごく皆さんにも役に立ててもらえるんじゃないかっていうね兆候になってます素晴らしい。今、引っ越ししてきてこの場所に移って、まあ、2、3種類のプラグ投げてんだけど、ダイバータイプが今ハマってる。うわほら一発で食った、もう巻き始めてすぐだよ、すごいすごいボコボコに釣れる、ほらもう間髪入れず、もう想像した通りだよね。すごく水面意識してるんだけど水面にはできらない状態で、ペンシルにちゃんと反応してくれるんだけど、完全に水面食ってるわけじゃないからノリが悪い。そこで水面直下を通るやつを、巻いたらもうスカンスカン食ってくる感じだね。あ、当たった。それも割と早巻きがいいね。これ網パターンじゃないんじゃないか、早巻きで食うよ。おおーし、おおサイズアップ、よし一気にサイズアップ。あ、これはちょっと想像以上にいいぞ。よし。だからね、プラッキングってさ、いろんなプラグ、ほら食った。ああ、いろんなプラグ持ってないとダメなのよ。でハマると見てごらん。サイズ上がってるじゃん、ほら全部20センチになりだしたよ。17、18が2、3センチアップして、これこれこれがメバリングの面白さ。どれでやっても釣れてるのは釣れてるけど、ハマるとこのすごいペース、ハマるとこのペースもうとんでもない釣り方、うん、とんでもないよ。今季最大の釣り方してるよ。これあ、ちなみに僕ハイギアだからね。ハイギアであのこのハンドルスピードだよ。で今もう3連発4連発してんだよ。相当速いよ。うん。こっちだな。水面直下ファストリトリーブ。もうメバリングのスピードじゃないよね。ほら食った。ほら食った。ファストリトリーブ。いいロケになりました。うん、見てほしかったんだよこういうのいつかね。なかなかね、雑誌のロケだけだとこう細切れに一晩だけだからね、なかなかこういうのを見せられないんだけど、ああ食った。あのプライベートのね釣りを重ねてこういうふうにあの自撮りでね、まあカメラ今定点になってカメラマンすごい釣れてるからね、友達も魚が釣りたくなってカメラから手離して今自撮りになっちゃってるんだけど、こういう僕のプライベートの釣りをね、集約して今回はご覧いただいてるので、なかなか
いいロケに、ね、なってますよ。続いて、いやもういいかな、もういいよねみんな今日はね、もう永遠とエントレスでこんな状態になっちゃうんで、うん、あのプラグを変えたところでこれ以上のね、なんかあのお役立ちのヒットシーンはね、もうないと思う。もう完全にこれ パーフェクトのそのピークな釣り方、釣り方、プラグの、セレクションの仕方をね見ていただけたと思うので、言うことありません。うん、最高の受けになりましたということで本日はこれだけ。また次のロケをお楽しみに。バイバイ。ああ仕事済んだ。